はい、皆様おはようございます。5月29日、日曜日、本日からですね、松戸市長選挙が告知となります。本日から6月4日までですね、7日間選挙戦で、6月5日日曜日がですね、投開票日となっております。もちろんですね、期日前投票もですね、できますので、投票日ですね、予定がある方やですね、 えー、投票日何があるか分かりませんので、えー、なるべくですね、えー、皆様方あの期日前投票の方に出てきますようお願いいたします位置づけをですね松尾デジタル都市構想ということでですね確けさせていただいて、えー、この選挙戦1週間ただ戦い抜いてまい、えー、ります、えー、子供がですね伸び伸びと育って、えー、子育てしている方々がですね、えー、安心して子育てをできて、えー、そしてですね、若者は将来にですね夢や希望を抱いて そしてご年配のですね、方々はですね、生きがいを生み出すことができて、誰もがですね、過ごしやすい松戸の実現に一週間全力で取り組んでまいりますので、ぜひですね、この石塚ゆえに皆様方のご支援の方をよろしくお願いいたします。